っき見たあの光、7番目の柱が生まれてる。リストがまた偽のブックオブシャドウズで全てを壊してしまう。のセフィル俺のブックオブシャドウズの力に反応して現れやがった。あれ、よし、派手に現世と涅槃の壁を壊すか。この天神将ごとな。ついでに二ワックをてめえも消せるとは、まさに一石二鳥ってやつか。おい、いい子だ。グッバイ。ぶっ潰れよ、天神小学校。ダネー！え？なんだこれ。ダメ、やめて。アイちゃん、お願い。
ラックス。アイちゃん。同じ時間を繰り返し辿った色だ。そういうのあ、笑ったかてめえ。なめんなよ畜生が。ぶっ壊してやら。このもうやめて。あなたの計画はおしまいだ。に乗るなよ篠崎歩美。俺を誰だと思って滑るものだぞ。ヤゴーラの生き残り最後のミストだ。殺してやる、殺してやるぞ歩美。魔女の英知で何？なぜっす？おい、そいつは消えたんじゃなかったのかよ。騙したのか。本の中身よ。するんだ。また地震か。見て。どう
して？セフィラの軌道は防いだのに。まだ終わっちゃいねえのさ。涅槃を全て抑え込んだとでも思っているのか。今その本が食い散らかした。俺の集めた分の涅槃ブックオブシャドウズの全てではない。言っただろう、天神症を形成している涅槃とは別に意志を持つ涅槃のコアが存在する。幸子が言っていた涅槃の中の人っていうのはこのことなの？コアの意志が知識のセフィラを起動させるから現実世界に涅槃が侵食し融合する未来は変わらない。俺がやろうとしたのは暴走状態にある涅槃のコアのコントロールだ。秩序のない破壊が来るぞ。どうするつもりだ？私がやるわ、この本の保管を。やってみろ。日の絵や仲間に頼ってばかりの甘ったれなお前がどこまで成長できるのか見てやる。この涅槃のどこかにブックオブシャドウズのコア、この本を生んだ魔女の意志と対峙してみるがいい。ま、普通の人間なら百回気が狂うだろうけどな。幸せの石も霊力がチャージされるわ。やっと帰れるのね。よかった。篠崎は？付き合うよ、篠崎。俺たちはお前を連れ戻すために来たんだからな。そうだよ、委員長。行かねえよ。手伝わせてくれ、篠崎。一人でやるよりみんなでやった方が早いはずだ。どうした、ナオミ？この子、みんなには見えてない？
の？どうしたんだよ、ナオミ。しっかりするんだ、ナオミ。サトシ。ナオミ。よかった。大変！どうしたんだよ、急に。今！ナオミ？今、そこに黒い服の女の子がいて、ここから飛び降りたの！中島さん、その子、目も真っ黒だった。俺には何も見えなかったぞ。なあ、サトシ。ああ。サチだわ。サチ？サチ子の双子の姉、生まれる前に吉江さんのお腹の中で亡くなったという胎児の霊。篠崎牧菜さんの団地から私がこれを持ってきたせいで現世から連れてきてしまったの。は、大きさからして乳歯かだな。このところ無差別に現世を蝕んでいた強い霊ね。私の会社でもずっと後を追っていた悪霊だわ。ここに来たせいでより力が増幅されていたのね。お守りになるかもしれない。持田君、持ってて。だけどそれじゃあ篠崎は。私にはこの本があるから。先生、さっきね、その女の子の見てる景色みたいなのがこの目に見えたの。中島さんの目は例の念を受けた火傷のような症状でも、冷水の目薬を刺しているからじきに治るよ。見えたイメージは、もしかしたらその目があの例の視界を見せたのかもしれないね。だとしたらサトシ、そのサチって子の幽霊が地下の防空壕に入っていったの。そしたらユカちゃんの声が。なんだって、そんなバカな。あいつは家にいるはずだ。いや、来てるね。お前持田さとし、いい子だな。お前の妹はお兄さんがピンチだと言ったら必死になってついてきたぜ。本当に
いるのか、ユカが。お前ら、天神症を一度くぐった人間は、死のループを繰り返したことにより、特殊なオーラをまとっているんだ。中でも、幸子と直に接触し、心を通わせたことがあるあの子は、常人の何倍もの霊力の泉を蓄えている。そう。この辺のどこにも、あの子を超える敵役はいない。てめえ！俺の、神聖ブックオブシャドウズに、涅槃のコアを入れる導水になってもらうために呼んだのさ。ひどいこと。今も校舎の地下で霊力を絞り取ってるが、俺のはもうなくなったから用なしだな。あら、引き取りに行くなら急げよ。サチが向かったんだろ。サトシ君、待って先生、私も行く。でもその目じゃ。ううん、行く。ユカちゃんを早く助けてあげたいの。わかったわ、行きましょう。私は、アイちゃんは岸沼君と一緒に篠崎さんについててあげて。私たちもユカちゃんを助けたらすぐ戻るよ。わかった、お姉ちゃん。それじゃあ岸沼くん、お願いね。ああお姉ちゃんって呼んでくれたの、いつぶりかしら。目痛い？辛そうね。ちょっと待って。はい、目薬。早く楽になるといいわね。篠崎。岸沼君もゆかちゃんを探しに行ってあげて。地下防空壕は男の子多い方がいいと思う。けどよ。私は大丈夫。この本があるから、こんな人に負けない。頼もしいな。すぐ戻る。あゆみ、なあ、あゆみ、俺の名はほどけ。おとなしくしてて、全部終わらせたら一緒に連れて帰ってあげるから。本気？あゆみちゃん。うん。こんな人でも、きっと、いなくなったら悲しむ人がいると思う。いねえよ、ボケ！クソ女！情けか、おい、上から目線か、こら！世界を動かしている原動力ってなんだかわかるか？悪意だ。悪意とは、人が人を陥れ不幸を願う気持ち、心そのもの。呪いと言ってもいい。それは決して恨みから発生する、被害者側から生まれるのみの概念ではない。会社側にこそ蔓延しているものだ。俺のじいさんが作った教団、ヤゴーラは滅んだ。くまいな、無能力者の祖先どもに異端者として糾弾され迫害されてな。危険な集団に成り下がっていた魔術結社マルトワにブックオブシャドウズなんてものを持たせていたら、
ろくなことにならぬ。そう考えたじいさんは禁忌の書としてその存在を隠すためにそいつを盗み出し秘密裏に篠崎家に託した。すべては世のため、正義に燃えた人だったらしい。だが周りからは前唾だの詐欺師だの化け物だのと散々バッシングされた。家まで焼かれて無一文。ついには気が狂って町中を走り回って死んだそうだ。その息子である俺の親父と母親も綺麗に自殺した。何度引っ越しても居場所を嗅ぎつけてきやがるクソどもに窓を割られたり罵声を浴びせられる人生に疲れ果てたんだ。親が死んだ直後だってのに事件を面白がった記者たちが次々とやってきた。ガキだった俺を捕まえに毎日毎日、近所でも評判の変わり者夫婦自殺、先日のオカルト屋敷に潜入ってな。生前世間にどんな恨み事を言っていた、何か面白い不幸はなかったかとか、あげたに嘘か事実かなんて関係ない、面白けりゃいいんだって三文筋書きのペラ紙まで持ってきやがった。だがな、そいつらの期待に反して俺の両親は一言も世を呪ったりしていなかった。毎日3時になると金もないのにおやつに小さなガムをくれた。そんなもんでも嬉しくて俺はすぐ泣き止んだものさ。ある日気がついたら俺はマスゴミ野郎のコートにライターのオイルをかけていた。そのまま火をつけてやったら速攻捕まって施設にぶち込まれたよ。あゆみ、お前の祖先だってそうだろ。俺たちだけじゃない。嫉妬、安心、弱い者いじめ、果たせば同じ構図ばかりじゃねえか。呪いを振りかざして世に不幸を撒き散らしているのは俺たち能力者じゃねえ。誰やろう、パンピーどもだ。人と違うということはな。アイミー、この世ではそれだけで悪なんだ。お父さんもお母さんもお姉ちゃんが決めた将来のことひどく言うから好きじゃない。世間体とかそういうの頑張ってる人に失礼だよ。あゆみちゃん、お母様たちを悪く言ってはいけませんよ。悲しい運命から私たち家族を守るために本家から絶縁してもらって静かに暮らしているのだから、そこへ近寄ろうとする私を止めるのは当たり前、むしろ優しさからの忠告なのですよ。な、この世には至るところに悪意という呪いが蔓延してんだよ。お前の祖先も散々な苦渋を舐めてきたはずだ。優れた人間が撃たれる世界に何の価値がある。だからってあなたが命を奪うの。増えすぎた豚どもは数を減らして思考を奪い、恐怖で縛りつけて律するしかない。少なくとも私のお姉ちゃんはそんなこと言わない。バカがつくほどな。俺
俺ともよく対立してた。あなたの師匠だったって話は本当だ。俺が両親以外で初めて心を開いた人間だった。俺と日の絵は短い期間だが共にいて伴侶にとまで考えていた。天涯孤独のこの俺が人を愛するなんて後にも先にもあの時だけだ。あれほどの優しさと許しを持つ人間にはもう二度と会えねえだろう。だがよ、己を犠牲にして他人を救うなんて偽善だろ。自分を傷つけるってことは周囲の人間も傷つけるってことだ。自殺者を救って身代わりになって自分の家族を泣かせたとする、それは正しいのか。他人を思いやれるのは優れた人間だよ。だが底抜けに人を許すから疑うことを知らねえか。意味もなく、ただ運悪く強姦なんて目に遭う。その日の絵も今やこの世にいる。聞けば取るに足らない愚民を救うためお前が行った術のせいで死んだらしいじゃねえか。どこまで犠牲にならなきゃいけねえんだ、優れた人間がよ。終われない。を正すために愚民どもに俺の正義を見せんだよ。なあ歩み、縄をほどけ。日の絵の妹で篠崎の力を持つお前は素質のある選ばれし者のはずだ。俺と共に世界を滑ないか。
あゆみちゃん。残念だよ、あゆみ。両手、いつでも解けたの？お前も愚民だ。涅槃に食われて死ぬのは相当苦しいらしいぜ。さっきナイフで殺してやろうとしたのは俺なりの愛情だ。うるさいよ。一つ教えておいてやるよ、あゆみ。お前はすでに粛清者としての活動を行っている。お前が何人もこの涅槃天神将で倒している黒い霊、現実世界でまだ生きている人間の生き霊なんだ。現世と涅槃が融合を始めたせいで、その隙間からこっちに迷い込んできた半分の人間だ。つまりお前は人殺し。お前が霊を叩き殺すたび、現実世界ではそいつの体がへし折れて変死してるのさ。行くぜ。世界が滅びるその瞬間まで、お前はそうして這いつくばっているがいいさ。待って、ミスター。人の名を気安く呼ぶんじゃねえ、クミゲ。じゃあな、あゆみ、お前はバカだが、まっすぐなところだけは日の絵にそっくりだったぜ。ゲットしたぞ。涅槃のコアをここに戻せばこの本は完成だ。俺、神になれんぜ。どうして生きてやがる。
ユカの見張りはどうした？なんでここにいる？この役立たずの手つくつく！従順になるわね。こんな本さえなければ。無様ね、ミスター。本当は約束通り私が殺したかったわ。ここに赤い模様たくさんあったでしょ。ここうちの調査機関がすでに入ってるのよね。あんたが連れてきたこいつもね、実はうちの子だったのよ。ヤゴーラが滅んだって聞いたら、うちの兄弟ますます図に乗っちゃうんじゃないかな。うざいな。さ、持ち田ゆかから離れるなって言ったろ。化け物。はい、マガリ様。主よ、この者を打ち捨てる一振りの剣をお与えください。